い、どうも小太郎恋の小太郎です。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックお願いします。はい、ということでですね、本日もちょっとね、時間の都合上ライオンシェアでね、動画撮らせていただいて皆さんにシェアさせていただく形なんですが、本日の動画の内容はですね、すでにタイトルとサムネイル見ていただいた方わかると思うんですけど、本日は購入品紹介の動画になっています。まあ、本日購入したものに関してはですね、僕自身がかなり気になっていて、これからの季節皆さんもねガシガシ使っていただけるようなアイテムなので、早速アイテムを紹介したいと思います。ちょっと今回はですね、アイテムに対して結構話すことが多いので、ちょっとね時間が長引いてしまうのも、あると思うので、早速ね前置きはここら辺にして紹介していきます。本日皆さんに紹介するアイテムはこちら、じゃん、 US ネイビーのトレーニングショーツです。はい、ということでね、本日はこちらのトレーニングショーツについて紹介させていただきます。まずこちらのアイテムなんですけど、リリースされているのがですね、ニューバランスです。なんですけど、通常のインラインではまず見ることのないねデッドストックパンツになってて、こちらのアイテム、ミルスペックを通過してて、アメリカ海軍のトレーニングパンツとして製造されたサープラスなウェアになっています。なんでニューバランスのよく見るカラーではなくて、海軍仕様にね、こんな感じで深みのあるネイビーに仕上がってるのも特徴の一つかなと思います。でディテールとしてもね、面白い部分があるので、ちょっとね細かく分けて紹介していきます。まず最初にね、こんな感じで皆さんの目に留まったかなと思うんですけど、ネイビーの文字がですね、リフレクター仕様でプリントされてます。で同じく裾部分の話になるんですけど、こちら両サイドにですね、サイドスリットがついているような仕様になってます。あとこちら両サイドにですね、長財布であったりとか携帯がね、こうすっぽり入るような深さのポケットがついているんですけど、これはね僕も教えてもらった知識なんですけど、こういったね米軍が使用するようなトレーニングパンツとかって基本的にねポケットがついていないっていうのがメジャーみたいです。なんですけど、これはねしっかりと両サイドにポケットついているので、普通にね、プライベートとして使うように、機能面も優れてるかなと思います。でこのポケットのつながりでいうとね、もう一つこちらのアイテムならではの、ポイントがあって、それがですねこんな感じでウエスト部分の内側にある ID カード用のね、インナーポケットになっています。これもね、自分なんかがこう普段使いする時とかには、小銭入れたりだったりとか、あとは小さめの鍵を入れたりとかね、そういった時に使うのかなって思ってます。で、あともう一つにちょっと見づらいと思うんですけど、インナー部分にメッシュタイプのライナーがついているので、こちらね水陸両用で使えます。海軍のトレーニングウェアっていうことでね、水に精通したギミックであったりもついているのもね、特徴の一つです。こんな感じにね、サープラスウェアということで、普段僕たちがねこう着用しているような洋服とかとはまた一味違った、ディテールであったりとか、個性であったりとか、あとはねこちらのパンツ特有のカラーであったりとか、結構ね珍しいものが好きな人とかにはね、刺さるアイテムだなと思ってます。あとは普通にトレーニングショーツっていうことでめちゃくちゃ履きやすいんですよね。前に紹介したグッドウェアのショーツとかもあったと思うんですけど、あれスウェット素材で、やっぱ履く人選ばずにね、履けるっていうことでかなり好評だったと思うんですけど、こちらもねあのパンツと同じようなテンションで履けるかなと思ってます。あとはそもそもにサープラスウェアとかって基本ミリタリーとかでね、見る機会あると思うんですけど、こんな感じのニューバランスからね、リリースされてるっていうことで結構面白いなって思います。個人的にもね最近、スニーカーのニューバランスですね、993であったりとか703ね、いろいろなシリーズ手出しているので、このパンツはですねそういったスニーカーとも合わせたいっていう意味で購入させていただきました。あとはですねこちら気になる情報としてはサイズの展開と、あとは金額だと思うので、そちらをシェアさせていただきます。まずこちらのですねサイズの展開が L から 2XL になっていて、金額の方が5800円プラスタックスという形です。あとスペックで気にしてほしい部分としては、渡りの部分であったりとか、全体的な丈であったりとか、そういった部分をね、ぜひ概要欄にリンク載っけておきますので、そちらからチェックしていただければ間違いないかなと思います。はい、ということで US ネイビーのトレーニングショーツについて、大まかなね概要を話させていただいたんですが、最後にねスタイルサンプル撮って皆さんに紹介したいなと思います。ちなみになんですけど、 170cm56kg の自分が L サイズ着用しているので、よかったらサイズ感の参考にもしてみてください。ということで早速ねスタイルサンプルに移っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。ダラダラしていたい。朝方のベッドから起きれない。インスタで適当なムービーをチェックしてたら、いつの前目の中へ iPhone の中に溢れて世界
じっと見つめて Oh what time is it now 朝は余裕がないのがお決まりさ Shit ガキの頃マイペースで怒られ。はい、いかがでしたでしょうか。本日は US ネイビーのトレーニングショーツについて紹介させていただきました。まあ、結構ね1週間コーデ企画であったりとかで、まあ、僕がね足元にこうニューバランス取り入れたりしてて、まあ、結構ねそのスニーカーどこのですかとか、まあ、そのスニーカーの型番なんですかとか聞かれてて、まあ、せっかくだったらねそのニューバランスのシューズに合う、まあ、基本的に何でも合うんですけど、まあ、それとね僕が思うこう最も相性のいいショーツっていう形でね今回皆さんに紹介しようと思ったので、ぜひ、まあ、ねこのニューバランスのスニーカーとか参考にしてくれた方は、まあ、こちらのねショーツもぜひチェックしてみてほしいです。はい、ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。